マシンとかなんかビークル系のデザインになってるのかなと思いますね。前の顔になってまして、ジョイントでまた合わせると、はい、レオボットがこのくらいで、エイプボットがこのくらいの大きさになっております。ガチャッとくっつけると、でその上のジョイントにはこの銃をくっつけます。上半身と下半身を合わせる。新しいこの肩をはめてあげて、反対側もはめてあげると、これで3体合体になります。どうでしょうか。合体ももう素晴らしいですね。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ドラゴンフォース33回新16キングオブビーストよりアクアドラスティックシャークボットです。それでは見ていきましょう。で、以前にこのライオンとゴリラのね動画も出しているので、ぜひね合わせて見てみてください。で、今回はこのライオン、サメ、ゴリラの3体合体もありますと。それでは早速見ていきましょう。で、これを漢字で書くと巨子強さっていう風に書きます。はい、ということで見ていきましょう。今回のモチーフはサメですね。サメなんですけれども、ちょっとこうなんか動物寄りなデザインっていうよりかは、ちょっとマシンとかなんかビークル系のデザインになってるのかなと思いますね。この上の銃とかこのでっかい翼とかがそういう風に見えますね。で、サメの頭部、があって、尻尾もしっかりあるという感じになっております。で、塗装もこうしっかりねされておりますね。各所こんな感じになっております。で、このウィングはクリアパーツになっております。はい。で、まあ若干この足がまあ若干こうでかいなっていう感じはするんですけど、この足の裏があるおかげで、このサメの状態でこうなんだろう、ランディングギア的な役割をこう果たしてくれてるっていうところがいい部分ですね。それでは早速このサメをビーストモードからロボットモードに変形させていきたいと思います。まずはこの上の銃を取り外します。はい、カチッと反対側も取り外す。で、次ウイング、このウイングも取り外します。で、このウイングなんですけれども、こうジョイントでねこうくっついてるんですけど、こっち自分こっち側がすっごい硬くて、でこのウイングがクリアパーツってこともあって、ここね大破損したんですよね。で、今接着剤で止めてますけれども、ちょっとやっぱ怖いですね。このクリアパーツの強度とか、このジョイントの硬さっていうのがね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。で、次足伸ばしていきましょう。足はここでジョイントでつながってるので、カチッとここを外してあげます。で、伸ばす。で、このつま先も伸ばします。反対側もジョイントを外して足を伸ばすと、で、ここの部分、ここつながってるんですけど、分割線でパカッと開いてあげて、で、これを横に、ここですね、ここくっついてるのでパカッと外してあげて、横に、はい、広げてあげると、これでサイドスカートになります。反対側もここのくっついてる部分をパカッとやって、はい、サイドスカートにしてあげると。で、そしたら次上半身ですね。このサメの頭をパカッと分割してあげます。で、これが肩に行きます。で、この腕をこのようにして、はい、下ろしてあげて、で、このネジ穴が裏に行くように、はい、こうやって腕を前に持っていきます。反対側も頭を開いて、で、こうですね、腕を下に持ってくると、はい。で、そしたら頭どこにあるんじゃいって感じなんですけど、ここ真ん中パカッとね開いたら、中になんと頭が入っているので、これをくるっとこう出してあげます。はい、反対側もくるっと、はい、こっちが後頭部で、こっちが前の顔になってまして、ジョイントでまた合わせると、はい。で、この頭もこういい具合にこうグッとね合わせてあげて、で、
背中にこのウィングを取り付けます。こんな感じでこのジョイントにガチャッと、はい、つけてあげると。反対側もここですね、ガチャッと取り付けてあげまして、でワンクリックこうやってあげると、こう肩にね干渉せずいきます。そして最後武器ですね、この一番最初に取り外したこれを、はい、この手が軟質になってるので、こうちょっと開いてあげてやると持たせやすいかなと思います。でこうしっかりとこうここでグッと、はい、持たせられるのでね、グッとやって、反対側もここで、はい、腕を開いてからグッとねはめ込んであげると、これでシャークボットロボットモードになります。どうでしょうか。いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。いや、個人的にはこの後ろのでっかいウイングのシルエットとか、あとこの武器と、あとこのカパって開いたこの肩のアーマーと、このサイドスカート、これめちゃくちゃかっこいいなと。でこのスラッとした手足とかで、この顔もまたねいいんですよね。なんかこう水のね、なんか神感が出てますよ。なんかポセイドンとかそっち系のなんかかっこよさがね出てますよね。この3本のこういう角みたいな、うん、感じとか、いや、めちゃくちゃかっこよいのですが、あのこれねちょっとこういう肘がちょっと緩かったり、あと膝が、はい、ちょっとここがね若干緩かったりするので、まあ、若干ちょっとねポーズの取らせにくさとかはまああるのかもしれないですね。まあでも結構可動的には結構いろいろね、うん、あるので、まあポーズは割と、顔もこれ2つ合わさってる構造なんですけれども、まあちょっとこう隙間は空くんですけど、若干こうね角度をつけたりとかもできるので、うん、これは結構ポーズもね取れるっちゃ取れるのではないかなと思います。こうやってやってあげれば、で、まあ、肩もこの後ろのウイングを後ろにちょっとこうワンクリックどかしてあげれば、このぐらいまではね動かすことができるので、まあ肘ですね。あとはまあこんな感じで肘を曲げたりしてあげたりとかね、うん、いやでもめちゃくちゃデザイン的にはもう大好きですね。それでは他のロボットと大きさを比べてみましょう。まずレオボットがこのくらいで、エイプボットがこのくらいの大きさになっております。だいたいシャークボットとエイプボットが同じくらいの大きさで、で頭一つ分くらいこのレオボットがね大きいっていう感じになっておりますね。うん、まあどうせならこう揃えて欲しかった気もしますけれども、でもこう主人公機が一番大きいっていうのはもうかっこいいですね。うん、それではこのシャークボットをロボットモードからビーストモードに戻し変形していきたいと思います。まずはこの武器をね取り外してあげましょう。反対側も取り外すと、でこの背中のウイングも、はい、外します。ちょっと怖いですね。はい、外してあげて、で一回この2つに分割して、で頭を収納してあげます。反対側もこんな感じで、はい、こうやって収納したら、ここの4つのジョイントでパカッとこういう風に合わせます。このまた内側でも頭がこうあの合わさるっていう、これ素晴らしいですよね。でこんな感じで、はい、しっかりと合わせてあげて、カポッとね、はい、ジョイントでくっつけてあげます。で頭がしっかり収納されましたね。でそしたらこの肩を上の方に持っていきます。頭がなくなったので上のクリアランスを使って上に移動させますと。でこのこっち向きですね、ネジ穴が下向きになるようにこう向けて肘を曲げてあげます。でこのサメの頭ですねのここのピンをこの体の横のこの穴に
差し込んで固定してあげます。反対側も肩を上にグッと持っていってあげて、でネジ穴が下になるように肘をこうやって稼働させますと。でここのピンを横にくっつけてあげて、ここのピンで左右カチャッと、はい、合わせてあげると。これで頭 OK ですね。次足はこの膝を曲げて、この黄色いジョイントを太ももの裏のジョイントにくっつけます。こんな感じでカチッとくっつけて、でこの足首をグッと曲げてあげます。反対側もこの黄色いジョイントをカチャッとくっつけてあげると。でこの横のサイドスカートはここの穴ですね、この穴をこの太ももの横のこの灰色にくっつけてあげると。反対側もはい、こんな感じでグッとくっつけてあげて、ここの真ん中のピンでグッとね、はい、はめてあげますと。これで本体完成になります。でさっき外した武器をこの黄色い下のジョイントでこの背中にグッとくっつけてあげますと。はい、でこのウイングはここですね、はい、この部分にガチャッと、はい、おっとガチャッとつけて、でこの二の腕のこの穴にもこのピンをね2つでこう固定する感じですね。はい、あれなんかうまくカチャっていかないですね、怖い。さてじゃあ反対側も、あ反対側行ったわ、何なんだろう。あこっちさっきあれだ、修理した方だ。あ行きました。ということでこの灰色のこれの位置がちょっと個人的によくわかんないんですけど、まあ、とりあえずこのぐらいにしてますね。ということでこれでシャークボットビーストモードになりました。ということで早速このシャークボット、レオボット、そしてエイプボット、この3体合体ねやっていきたいと思います。まずはあの前回のエイプボットの動画でやった2体合体の途中までねやっていきたいと思います。でその際に使うのがこの、はい、このパーツですね、合体用のパーツ、このライオンの顔とこの後ろのこのパーツを使いますと。で今回もこれは余剰になります。まずは足からやっていきましょう。まずこれをこう開いてあげて、でこれ前回あの破損ですね、破損してました。あのここの見えにくいんですけれども、このジョイントパーツが裏からネジで固定されてるんですけれども、そのネジごとこのジョイントパーツバキッとこう外れてて、あの今接着剤でつけてます。なので結構ちょっとジョイントがね硬いのかもしれない、これは、うん、っていうのでちょっとねジョイントごと破損っていうことが自分は起きてしまいましたと。でこっちはまずこうですね、カチッとやってあげて、でこれはこのままあれですね、下から出して、でこの肩のこれを足として使いましょうと。こっちですね、これをグッと入れて、はい、カチッとはめると。反対側も肩をこのままガチャッと入れてガチッとやると。でここのジョイント、4つのジョイントでガチッと、ね、このジョイントにガチャッとやる感覚はすごい気持ちいいんですけどね。はい、ガチャッと、はい、でかい。で下半身完成ですね。で次上半身いきましょう。まずはこの尻尾の剣を外して、この頭部を外します。で肩を外す。で肩が前はこの腕の上についてたんですけども、今回はこの後ろバックパックの横に取り付けておきます。
反対側もガチャッと取り付けておくと。で、この黒い部分はジョイントが前に来るように移動させますと。で、腕は後ろに畳んでおきます。はい、こんな感じ。反対側もジョイントを前に持ってきて、腕は後ろに畳みますと。で、この顔は後ろに持っていって、足はこの水色のジョイントをここのバックパックの赤いジョイントに斜めにカチッとくっつけてあげて、足は180度回転して畳みます。反対側も水色のジョイントを斜めにカチッとくっつけてあげてから180度回転させると。で、この状態になりますと。で、この頭ですね、頭の下の脊髄を出して、で、この引っ張ってあげて差し込んでまた閉じると。これで、はい、頭くっつきましたと。で、まあ、こういう感じになりましたと。そしたら次はこちらですね、シャークボットやっていきましょう。まずこの武器を取り外す。で、このウィングも取り外します。はい、ウィングも取り外すと。はい、で、これ分割します。真ん中で分割してあげると。はい、で、こんな感じで分割したら、腕をこれ180度回転させてこっち向きにグッと曲げてあげます。こんな感じで曲げて、で、別にどっかで固定するとかはないんですけど、ちょうど拳が隠れるぐらいのところまで曲げてあげます。で、次、この腰の部分ですね、ここにヒンジがあるので、ヒンジを折りたたんで、ここの下の方のジョイントとここのジョイントをカチッと合わせてあげます。これで肩になりますと。で、この肩をこのエイプボットの腕にくっつけます。この横のジョイントにガチャッとくっつけると。で、その上のジョイントにはこの銃をくっつけます。はい、結構肩がね、巨大になりました、今回の合体によって。で、反対側もやっていきましょう。この腕を180度回転させて拳を隠す。で、そしたらここのヒンジで半分に折る。で、こっちあれなんですよ、なんか頭部が結構干渉して、ここガチャってね、ちゃんとこうくっつかないんですよね。まあ、なので、もうちょっと半開きにはなるんですけれども、これはしょうがないのかなと。うん、ちゃんとガチャってならないんです。なってもパチって外れるんですよね。まあ、これはしょうがないかなと思います。で、これを横にまずつける。で、上に銃をつける。で、そしたらこのウィングですね。じゃあウィングはどこにつけるのかというと、背中ではなく足の横足の横なんですよね。ちょっと、はい、こういうところにつけると。で、もう合体させていきましょう。まずは上半身と下半身を合わせる。で、そこにこれですね、はい、しっかりと合わせて、この下からはめてジョイントをくっつける。ガチャッと反対側もくっつけると。で、この肩の部分に新しいこの肩をはめてあげて、反対側もはめてあげると、これで3体合体になります。どうでしょうか。やっぱりこのサメがね、追加されたことによって肩のボリュームが出て、で、まあ足も、まあ、この一応ボリュームというかシルエットが大きくね、こう変わったので、まあ確かに3体合体だなっていう感じはしました。なんかパワーアップしたなっていうね、感じがしますね。で、やっぱ色合い的にも赤、緑、青っていう3色になったのでね、すごい割とまとまりは良いのではないかなと思いますね。ちょっとこの足のこの出っ張りはあれですけれども。で、この肩のね、銃とかすごいかっこいいですよね。
肩のサメのこの感じとか、ヒレがこっち向きにギッて出てるのとかもいいですよね。で本当素晴らしいなって思ったのは、こんなに肩がでかくなったのに、この根元のレオボットのこの腕のこの関節、これしっかりとこうクリックが働いてるっていう、働いてるからちょっと今斜めにねしてるんですけれども、はい、こうちゃんとこうクリックが働くんですよね、この重さでも。これ素晴らしいなと、本当に毎度毎度思いますね。でしっかりとやっぱこのラバー、足裏ラバーのおかげもあり、この合体時のこの安定感も半端ないですね。3体合体でもほらもう全然、いやもう本当に個別の時のシャークボットよりも安定感半端ないんですよというだからま、もうあれなんですかね、この合体時をメインにしてこの変形なり構造なり考えたんですかね。本当に合体した時の方が遊びやすいんですよね。不思議なおもちゃですね。そして余剰パーツはまたこの2つになります。まあ今回はここ使ってるので、これはまあこことかこういうとこに、はい、こうつけておくとか。でも剣はまあこのまま素で、ね、持たせてもいいし、もうこの頭にこうつけちゃうっていうのも、まあ、もともとね頭についてたので、まあ、こうやれば余剰なしにできます。ということで今回のシャークボットのレビューいかがだったでしょうか。やっぱりあのビーストモードからロボットモードに変形するときに、この半分に分割するとか、中から分割された頭部が出てくるとかっていうのが変形のね面白さと、あとデザインがすごいかっこいいなと個人的には思いました。で合体もう素晴らしいですね。というか合体がやっぱ一番すごいなって思いますね、個人的には。ということでこの3体合体ねしましたけれども、次回はこちら鹿がね出てきますので、で鹿ともう1体いるんですけれども、まあ、そのもう1体と鹿とサメとゴリラの4体合体とか、ライオン抜きのね4体合体とかもあるので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。